どうせ上杉謙信がいれば、では強行で落とせるはず。嬉しきことよ。よし、神社、あ、神社寄進取れたの。それ強いぞ。金堀も取れてんじゃん。承知つかまった。北条戦の反撃ダメージと包囲の時のダメージじゃないか。わかりました、うん、10% アップ。普通に強いね。一気に落としていきましょう。こんなやったぜ。よしよいしょ、大農村検出。城攻めを始めよう。行くさず、皆、まあまあまあ、心構えをせ。落ちるでしょ、こんな。兵を奮い立て、行くさぞ。縄についていただこう。よいしょ、いいね、大久保さんも突破。不覚を取ったわ。口惜しいが、引く。よし、中篠城突破。でかいでかい。触れてやるわよ。仕事してますね、めちゃめちゃ。なんと首を取らぬのか。いいえ、当たり前ですが、吉田城は取りに行かせます。人が結構重要なんで。始め、援軍出しにくいようにこの辺は取りに行かないと多分話にならない。城が攻められているだろう。もがみ、もがみ邪魔だな。みんな心構えをせ。よいしょよいしょ。再び相まみえ。城は必ずや取り返せ。めっちゃ仕事してる。兵どもよ、菅間城、陣を構えよ。そこ取られたの。まあまあまあ、いたせていただく。かの城。攻め取れ。多分そこは取り返しできると思うんだ。いざ、津川城だけ取り返せましょう。敵将を討ち取ったぞ。攻め落としてみせたわ。攻め落としてみせたわ。敵将を捕らえたわ。断らせていただこう。ちゃんと徳川家の土地を減らせていけてるので、一旦返してもいいかな。そうだね、家康くん返しましょうか。寝返り士官出てるっぽいし。木曽さんと、あ、石川、石川いいね。思いつきましたぞ。重心引き抜かれてる。精神性お使いします。よいしょ。じゃあまあこの辺は返してあげて、攻められるとで、まあ長篠隊、本願寺京女は身分誰任せるか。かいや、武将でもダメなんだ。普通にスクローじゃないと話にならないので、ここはスクロー入れたいんだけど、だとしたらここいっぱい入れてんな。こっちにしよう。感謝いたす。そうだ、こっちの方がいい絶対に。ありがたく存じ。足軽めっちゃ育ってるんで、こいつらをまあ入れてあげる必要もあるね。内政強化のためにまあ入れてあげましょうという感じだけど。領主、あ、いいね。ここ狭いんで足軽適当に入れて。感謝いたす。岡部元信、一条信勝、優秀だな。レベル6。感謝いたす。代官もたくさんいますね。かじけない。恩に着ようぜ。ありがとう。よしよしよし。幸せ。めっちゃ人入ってるな。かたじけない。これだけ人入るのは結構でかいね。お前の喜びにござる。時間かかりましたね、こいつらの成長。それにしても。じゃあ、とりあえず。人が邪魔？軍団申請しないとダメみたいなので、ここを3つ入れてあげましょうか。まあここ3つ入れるんだったらこの辺全部あげていいか。よいしょ、受けたまわりました。これでいきましょう。まあうまいことやってくれると思う。でまだプラス、収益プラスですね。問題ないっぽいんで
これは任せてあげつつ、治療とりあえず代官を入れるか。恩に来ます、ありがたく存じ。これあれだな、影虎にあげたからだよ、人かたじけない、入れてあげないと。妖怪の喜びぞ。小笠原さん60付近のやつはいるからまだいいんだけど、そろそろ人が足りなくなってきたところではあるな。60歳は君優秀じゃない、なかなかに優秀と見た。じゃあ浄化方針を入れてあげましょう。抜けちゃってるよね。あとはどう、みんな人入ってますね。迎撃出してあげてもいいよと言ってるけど、まあ伊達と徳川攻めいるか。これ我らが城を落としたぞ。うん、これ一緒にさ芦名攻めていけられるように、今度の攻め先伊達にしてやるか。動く、城を失うとは。大工事はいらんからさ、伊達攻めていきましょう。士官いいね。申し上げまする。人引いてください。引き抜き六角将帝、まあ欲しいかな。これより藤沢さん出勤に励みまする。あ、でも全然兵が足りてない。一応信長隊がいるからなんかできそうだけど。浮きたね、浮きたちっちゃくなったね。雨子、あ、信長が止まってないんだこれ。でもまあ普通に兵糧が足りないって感じですね。兵糧きついな。一応やれることはやっとくけど、やってみせまする。普通に内政がズタボロですね。適当に入れときましょう。お金払ってあげてでもやってあげるべきだと思うね、これ。野戦となる、陣を構えよ。あとはまあ浜松とか取りに行くかっていう話だけど、岡崎も遠いからな。引き抜き失敗してるし。我が武を示す時が来た。よいしょ、小取りに行きます。我に続け、我が武を示す時が来た。戦が始まる。とりあえずそこ黒川城が必要だと。我が武を示す時が来た。で今の感じを見ると、せっかく軍を出したのにかかわらず人が出てないんで、攻略目標入れちゃうとね内政止まっちゃうんで、こう解除しとこう。多分この方がみんな内政してくれるでしょう。で、金がねえんだけどな。ここ欲しいけど、革新の武将が全然いないのね。一つよろしいか。北条家との同盟が残り2ヶ月ですよか。徳川をやらないときつい。ご恩は忘れません。北条と戦うの結構多分骨折れるよ。では始める。出陣。おお、いいね、伊達攻めちゃんとやってってくれれば、まあ、何でもいいかな。滝山いいね、金銭収入上がってくれる。よしよしよ、さあ行くぞ。腕が鳴るわい。まあ何をしようと上杉謙信先輩が出てる時点でこの舞台は強いぞ。陣を構えよ、戦が始まる、備えよ。今ひとたびだけ。高梨さんやられました。寿命な、寿命きついな。で北条と同盟はいいですね。毛利家攻略の後期、何を言ってんだ君は。この城を落とします。どうあがいたって後期ではなかった。かの城攻め取れ。行くさぞ。で皆心構えをせ。伊達君だいぶやられてますね。行くぞぞ。まあその500人はそこでやってくれると信じて。よし、
トカー城突破。片倉小十郎4名。おお、めっちゃ取ってるやん。めっちゃ取ってるやん。めっちゃ取ってるけど、とりあえず米沢向かうのはいいとして、多分だけど、どう従属、ダジェと同盟があんの君。そしたら黒川の方からこっちの方がいいか。わしが見る蜂の目はこちらにあり。ほう、ありがてえ。無駄に軍出してくれてる。これはもう絶対に浜松城取りに行くか。いや、埼玉の者ついてまいれ。しかもこれ結構いろんな嫌がらせの仕方ができんじゃねえの。我に続け。まあ、とりあえずこれでいきましょうか。我が武を示す時が来た。迎撃とかじゃないから、ね、これ普通に軍として出そう。わかりましたぞ。いざ攻略目標に。戦に臨む。なるほど。さあ行くぞ。そういえば今ここに人に入れたけど人が入んないんで、軍団編成柿崎か芸衛隊に任せちゃおうかな。もよろしくと。さあ敵にあらず。よいしょ。では始め。マジで上杉謙信が強すぎて。あ、300でしょ。敵にあらず。なんだっていう数値出てるからな。行くさぞ。みんな心構えをせよ。では始め。鬼のようなスピードで溶けてってる。上杉家とは相入れぬか。始め。マジで？始め。では始め。城は必ず取られてる。囲め。黒カード取られると思ってなかったな。まあいいけど。では始め。戦が始まる。備えよ。よいしょ、2万もの兵をしのぎきれるか。これまでか。下がり。敵勢退けたり。よいしょ。黒カードを再び取り返した。黒川ってどこだ。戦に臨まん。次は勝たせていただく。あ、そっち。はいはいはい。兵どもよ、陣を構えよ。仕事してんのはもう全然敵に優秀以外の何者でもないから。わしではかなわぬか。兵どもよ、陣を構えよ。よしよし。で、上杉謙信くんが多分これ出てくれてるんで。出ない、出ないっすね上杉くん。これまでか。下がる。皆の者。さてさていけんじゃねえこれ。わしではかなわぬか。行くさぞ。陣を整えよ。これぞ武士の生き様よ。これぞ武士の生き様よって言ってくれてるけど。ここすごい。戦の支度だ。嫌な感じで攻めが聞かれてる気がするけど大丈夫か。出陣します。あ、出陣した。逆襲。上杉謙信隊いいですね。もう最短でいっちゃいましょう。徳川家康大丈夫だろうって放置したら大丈夫じゃなかったんで、大丈夫なように攻めていきましょう。みんな続け。では始め。あとはまあ信長がマジこれやばいけど、この信長やばいね。これは本当えげつないことになってるけど、マジで同盟結んでよかった。これ同盟結んでなかったら涙しか出ん。戦が始まる。備えよ。さあ信長はここまで逆に攻撃受けてたらもうどうしようもないと思うんだけど。準備を万端整えよ。不覚だな。知り尽くしかあるまい。奪われてくれねえかな。この城もらい受けました。一個城取れたのはでかい。順調ですね。この御恩は忘れぬ。
このまま頑張っていってもらいましょう。声を上げよう。戦ぞ戦ぞ、陣を整えよ。軍神襲来。我らの拠点が攻められたか。かき裂き鍵エース。戦にしょうもないね。ハツルは本望。取られんの？取られんのかい。まあでも多分落とせるでしょ。敵にあらず。皆の者、城を攻め取れ。落とせそう。このまま行けば。よし、掛川を取り返しましたね。忠節を尽くします。しかも秋山信友ゲット。ありがたい。ありがたく帰らせてもらうわい。地行が入ってない城があるっぽいな。どこだ？地行入ってない城なんかなくね？ここだ。ちょっと強い方入れないと。60か。だいぶ質が落ちたな。よしよし。一つよろしいか。いざ戦に臨む。上杉謙信隊がめっちゃ強いな。いざ戦に臨む。3倍倒しても、ね、再び相まみう。英雄の危機が迫っているって言って腕が鳴るわい。上杉謙信いればこいつらもう無敵だな。よく今まで勝てた。あ、大名が病気になった。あ、それは良くない。始め。大名病気は効いてないですね。我が武を示す時が来た。めっちゃ能力値下がってますね。戦ぞ、準備を万端整えよ。まあ、とりあえずでも出そうと思えば出てくると思う。暇つぶして軍出しますけど。では始める。天命か。名追いかけて結構人死にますね。上杉家のそんなことやべ、間違えて同盟解除しちゃった。でも結べるよ。これより我らは盟友ぞ。危ない、ミスってましたね。上杉謙信のトラップに。まあでももうあんま親善とか関係ないんで、結局僕の重要な相手は信長。そう、信長だけなんですよ。わかりましたぞ。まあ織田と同盟結んでイチャイチャやってれば大丈夫。時が来た。ただそれだけの家なんで、ここは。皆の者、戦の支度だ。よいしょ。城を吉田城、まあ向かいますか。誰が何と言うと吉田城ですね、こんな。ええよ、声を上げよ。戦ぞ。よいしょよいしょ。倍の兵数で攻めれば落ちるべ。城を落とすぞ。いざ出陣。大宝寺攻めてくれるのも嬉しい、ね、を構えよ。よろしいですか。徳川家との戦い免じてほしい。はあ、陣を構えよ。悲しい。戦の始まりぞ。お指しぞ。免じてやるか。これはでもしゃあない。いかがしましょう。免じましょう。どうせ戦って、まあ戦わないといけない相手ではあるんだが、織田の親善100はいいね。じゃあ、まあ、君は余ってると思うのでどっか攻めていくっていう話なんだけど、んここ目標にできないのか。時ぞ動く。米沢しか出ない。戦が始まるぞ。じゃあもうすぐ出るし、軍事いらんだろこの家。みんな我が背に続け。超強い。よいしょ。ダサン、まあ、適当に入れてますが、あれですね、浄化施設が外れてたりする可能性が高い。詰所が結構あるね。詰所あるからガンガン立てていきたいところだけど、これあれか、文庫交渉はいいけど、喜びにござる。制作で取る小荷だ。あ、金が足りない。
金銭収入高めるために楽一楽だちょっと行ってみますか。そろそろいけんじゃねえの。900からいくらになるか見ものですね。プラスになってればいいな。で大宝寺とかもうぶっちゃけどうでもいいんで、始め米沢が取れるか取れないかの勝負みたいな。戦が始まる、備えよ。一応軍出しとくか。米沢隊をいじめるために金銭収入1000、変わらない気がする。戦が始まるぞ。この辺りはめっちゃ悲しいでした。あれ多分上杉隊と一緒に戦ってるから相当兵余ってると思うんで、後で献身隊ちょっと調整してみましょう。この城を落とします。いや、まあ、出てるけど出てるけどサクッといけんじゃねえのこんな。行くさぞ、みんな心構えをせ。おかしい、このこいつやっぱ強すぎるんだよな。再び400とか我が前より得意ね。火力が高すぎておかしい。大名が病気になりました。病気つらいですね。だいぶ病気がつらい。声を上げよう。あー、いいねいいね。軍出てる。いざ、これだって米沢取っちゃえばもう我が前より得意、まともに動けないでしょ。縄についていただこう。よいしょ。お、宇都宮さん。拾った命、無駄に。まあ、着実に取ってくれてるから。いいね。最上から寝返り。誰だ。あ、強いんじゃないこの方。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。